富士急行、富士急行株式会社、富士急行、富士急行 CEO、LTD は、山梨県、静岡県東部を中心とする地域で、運輸、観光、不動産、流通事業などを営む会社である。富士急、富士急、富士急の愛称で知られている。本社は、山梨県富士吉田市に、東京本社は、東京都渋谷区に所在する。東証一部上場。 日本民営鉄道協会、全国登山鉄道パーミル会加盟。1926年9月18日に、富士山独電機鉄道として設立され、1960年5月30日に、現在の富士急行に改称した。鉄道、自動車、バスなどの運輸事業を創始とする企業であるが、現在、売上に占める、鉄道事業の割合は5%程度である。 自動車事業を合わせた運輸事業の営業収益に占める割合は平成30年度月月決算では約36%である。また、沿線の豊富な観光資源を背景にした遊園地、ゴルフ場等の観光事業の割合は約5割を占めている。また、ファミリー企業、同族経営である。2007年3月18日にバス事業でパスモを導入した。 また、鉄道事業についても2015年3月14日に、パスモと、相互利用可能であるスイカを導入した。以下の2路線を運営している。いずれも、富士急行線を参照。両線は直通運転を行っており、両線の境界である富士山駅でスイッチバックが行われる。普通列車のほか、特急、富士山特急、特急、富士山ビュー特急、 快速、富士と残電車が、それぞれ運行されている。また、東日本旅客鉄道、JR 東日本中央本線の東京、高尾方面から、直通運転がある、JR 中央線直通列車を参照。なお、この他に、株富士吉田、現、富士山五天場間の未成線が存在したが、株富士吉田間、山中湖五天場間が1930年、 残る区間も1934年に免許が失効している。突起なき車両は電車。小田急電鉄等と同様に、軽ではなく、型と呼称される。ただし、6000系以降は、軽と故障しており、これに合わせて1000型や2000型についても近年では、公式サイト等で1000系や2000系と表記される、傾向にある。なお、一部の形式は、 購買対策としてそもそも即ブレーキを備えるが、普通用車両や JR からの乗り入れ車両については、入線の必須条件とはされていない。2019年の5000系運用終了により、富士急行の自社オリジナル車両は消滅し、全て他社からの譲渡車のみに統一された。バス事業は、富士急行本体のほか、古会社化された地域会社、グループ会社により運営されている。 かつては、ニ崎、吉原にも営業所を置いていたほか、貸切専門の沼津貸切高岡、清水、名古屋栄所、貸切専業の系列会社の御天場自動車、貸切バス事業が、中心のグループ会社富士急平和観光、旧社名は平和観光で、富士急は入っていなかったが存在した。また、沿線にいし寺があることから、総科学会の団体輸送に特化した、営業所。 学会営業所、主に浜松町大石時間の路線、限定の利合を運行した、系列会社、大藤開発まであったが、いずれも廃止、統合、廃業されている。括弧内は営業所規模、日野自動車と資本関係があるため、日野車の導入が多い。ただし、貸し切り、高速車については三菱不走車の導入も多かった、三菱不走の路線車は少ない。 CNG バス導入前後からは、日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックス車も、勢力を拡大していた。イスズ車はどちらかといえば少数派である。ただし、学南鉄道バスでは、日産ディーゼル車も多かったが、これは営業エリア内に、日産の事業所があったことも関連があるとされている。イスズ自動車の路線車は当時、沼津、A2 だけしか配置がなかったが1977年に、 投入されたいすず BU04 は日の社体制だった。それ以前は川崎重工製。イスズ高速車は少数ながら導入例がある。輸入車はヒュンダイユニバースがある。また2014年3月まではボルボアステローペ。組み立ては日本の屋根を取り払いビニール製のスライド式砲を装着したオープントップバス、カバーバスが 川口湖駅周辺の遊覧バスとして在籍していた。現在の乗降は、後乗り前振りだが、以前日の RE100 が前後ドア車と前中ドア、引き戸車の2種類配置された時は、後乗り前降りと前乗り前降りと異なる乗降が行われた。このために一部の営業所では、乗り入れ限定運用があった。車両は一部を除いて、富士急グループの FJ が所有者となっており、 運行会社はリース扱いで使用している。大半の車両が希望ナンバーにより車番と登録番号を合わせている。過去には日本では珍しい高速、路線兼用車、ワンドマを導入していた。この車両については中央高速バス高速、路線兼用車、ワンドマを参照されたい。自社グループ内に放送機器、メーカー。 レゾナントシステムズを有する関係で、日本では比較的早い時期に路線バスでの音声合成放送装置を導入開始している。最初に導入されたのは当時の富士営業所で1988年の初め頃だった。現在の路線車の標準色はグリーンベルトと呼ばれるカラーリングで、以前はほぼ全車両がグリーンベルトで統一されていた。これは ベースの淡い緑が富士の新緑で春、細いラインの濃い緑が富士の緑で夏、窓の上に入る黄色い帯が富士の紅葉で秋、そして屋根全体の白は富士の雪で冬と富士の四季をイメージしたものとされている。また、濃い緑のラインは2台を背中合わせに配置することで富士山のシルエットを表現するパターンとなっており、 近年まではこれを強く意識して、車両導入は必ず偶数台数の導入であった。この塗装色を発案したのは、富士急行玄会長で、元労働大臣の堀内光雄である。しかし、静岡県側の富士急では、全く異なった説明を行っており、上から白、黄色、緑のカラーリングになっているのは、白は、富士山の雪の白、黄色は、 静岡県の特産品のみかんの黄色、緑は同じく、静岡県の特産品のお茶の緑の葉をイメージして都1975年頃の富士急貸切バスの車内でバスガイドによる案内が毎回されていた。異なるバスガイドが全く同じ説明をしていたため、同一の事柄を車内で説明をしていたゆえ、この説明は、それぞれのバスガイドの作り話とは考えられないため、静岡県側では、 この説明が公式のカラーリングの説明だと思われている。またこの説明を裏付ける、もう一つの理由として、子会社である学難鉄道は静岡県側であり、富士急バスと非常によく似たカラーリングのバスを運行していたことから、この三色は静岡県の特産品に基づいたカラーと思われていた。なお、冒険の富士急行観光では、上半分をすべて白としており、 印象が異なる。CNG バスについては、抵抗外バス専用のエバーグリーンシャトルカラーになっている。なお、この抵抗外バス専用カラーは、2006年以降に導入された、日のブルーリボン式ハイブリッドで採用された。現在の貸切車と高速車については、白地に緑2色で、富士山のシルエットを表現した。 リゾートとキャラクターを描いたハイランドドリームの2種類がメインである。リゾートは看板車であるボルボアステローペ、リゾートウィンドから採用されたもので、その後しばらくはスーパーハイデッカー専用のカラーリングであったが、1997年以降はハイデッカー車にもこのカラーのものが多くなっている。リゾートの場合、定員の数字を平記して、リゾート60というように表記することも多い。 また、高速車については、リゾートエクスプレスとなっている。一方、ハイランドドリームは1997年により、採用されている。デザイナーは、クライブ・ドブソンで、彼のオリジナルキャラクター、エディちゃんが、富士急ハイランドで遊ぶ情景をイメージしたとされている。乗務員の間の通称は、漫画バスである。ただ、キャラクター使用料を毎年支払わなければならないため、 ラッピングを施されたり、車体更新の際に塗装変更を行い、リゾートカラーに変更されている車両が多い。なお、学難鉄道の貸切車は、グリーンベルト、路線車については使用している色は同じだがパターンが全く異なるものであった。また、富士急平和観光は、社名変更前は、グリーンベルトの他にオリジナルカラーも採用していた。2006年以降、 リゾート色の車両については、車名表記の前のマークが、富士急行の車掌から赤い富士山のシルエットに、旧の字を描いた富士急行のシンボルマークに変更されている。2017年5月に富士急グループのフラッグシップ、豪華貸し切りバス、グランドブルーリゾート、グランブルーリゾートを導入。車両のメインボディカラーは、富士山の荘厳な山肌をイメージした、このバスのために作られた、 青富士色で彩られ、逆さ富士を表現したオリジナルのフロントマスクや、輪郭を縁取る日光をイメージした、富士山のシルエットを型に施すなど、他に類を見ない特徴的な造形となっている。富士急行グループのバスでは、1995年、平成7年以降継続的に、低光害バスを導入している。山梨県や静岡県で、独自の補助金制度があることもあって、 地域市会社も含めたグループ全体の台数は2009年、現在天然ガスバス、CNG バス42台とハイブリッドバス11台で、日本の民間バス事業者としては最大規模である、一社単独の場合は、山梨交通が最ユーザーである。富士急行では1970年代から富士山とザンバスへの抵抗外バス導入を検討していたが、富士山とザンバスは、 山梨県側で最大8%、静岡県側では9.6%という急な上り坂が続くという厳しい条件の路線であり、抵抗外と途半性能の両立ができなかった。しかし、1990年代中盤以降にハイブリッドバスや CNG バスが登場したことを機に、具体的な打ちが開始された。富士山とザンバスのルートで各種試験を行った結果、 走行性能が通常のディーゼルバスと比べても遜色ない、黒煙の排出がない、騒音も低いといった条件をクリアした日産ディーゼルの CNG バスが入車料として決定した。1995年7月24日からエバー・グリーンシャトルと命名された CNG バス2台が富士山6での運行を開始した。これは都市部以外では日本で 初の CNG バス導入事例であるが、当時は都市部でさえも天然ガス充填施設は限られており、富士山麓に天然ガス補給のための充填施設は存在せず、東京ガスから供給を受けたガスを横浜市鶴見区からトラックで陸送していた。しかし、一回のトラック便ではバスに大分のガスしか搬送できず、そのトラックの燃料代などがかさみ、 通常のバスが約20倍ものコストがかかってしまうものになった。このため、1996年には、系列会社が営業する富士急ハイランド内のガソリンスタンドに1億1300万円を投じたエコステーションが併設された。民間ベースでエコステーションを設置したのは富士急行が初めてであり、またガソリンスタンドに併設されたエコステーションは日本で初めてである。 この年には CNG バスは9台に増車されていた。以後、富士登山バスを運行する営業所、地域会社では継続的に抵抗外バスが導入されている。特に独自の補助金制度のある山梨県内では毎年の新車に必ず抵抗外車が含まれており、2005年からはハイブリッドバスの導入も開始された。2012年には イスズ自動車のエルマ CNG 車を2台、富士急山梨バスに初導入した。なお、港区コミュニティバス、G バスも、初期導入車8台が、CNG バスである。富士急行観光以外のグループ各社においては、基本的には1995年以降は、以下のような不満法則となっている。京浜急行バスの不満法則に近いが、一部異なるところがある。 以上の法則により、M5562 号車は、富士急小南バス、富士急行松田営業所で整理器の下一桁がこの年に導入された、三菱不装製造の路線車12代目62号車ということになる。頭一桁1.2が、昨日、京急では、椅子鈴、例が輸入車である、京急は輸入車を使用しない、固有番号が高速と一般路線で分けられ、 番号からはその年に何台調達したか把握できない、などの点が、京浜急行バスとの違いである。富士急行観光に関しては、以下の不満法則による。富士急行と、富士急グループの富士急バス、富士急静岡バス、富士急シティバス、富士急湘南バス、富士エクスプレス、富士急行観光が首都圏や愛知県、京都府、大阪府の各地と岩手県、山梨県、静岡県、 長野県を結ぶ路線を多数運行している。富士急行は中央高速バス運行開始当時からの事業者であった。バスタ新宿、渋谷駅、マークシティ発着、東京駅発着、上記以外の東京都内発着、千葉県内発着、埼玉県内発着、群馬県内発着、神奈川県内発着、静岡県内発着、愛知県内発着、京都府、 大阪府内発着。富士急行と富士急グループの富士急バス、富士急静岡バス、富士急シティバス、富士急湘南バス、富士エクスプレスが、山梨県、静岡県東部、神奈川県小田原地区、横浜市、東京都渋谷区、渋谷区、コミュニティバス八甲バス、神宮の森ルート、港区、港区コミュニティバス地位バスで、路線バス事業を展開している。 富士急グループのバスでは、パスも、追加及び、全国総合利用サービスに対応する、交通系、IC カードが利用可能。かつては、富士急グループ共通の時気式、バスカードも存在したが、パスも導入により廃止された。バス共通カードは、富士急湘南バス富士エクスプレス134、系統のみ利用可能だった。富士急グループの富士急マリンリゾートが、 初島航路、熱海港初島、伊東港初島を運航している。また、富士汽船が山中湖で、富士五湖汽船が川口湖と本栖湖で遊覧船を運航している。富士急グループのタクシー会社が、山梨県の富士急公園線周辺及び、静岡県東部でタクシーハイヤー事業を展開している。山梨県南鶴郡富士川口湖町で、川口湖富士山、 パノラマロープウェイを直営している。鉄道、作道、バス。タクシー、自動車整備、船舶、遊覧船。富士急スケート部は多くのオリンピック代表選手を輩出してきている。名実ともに日本を代表するスピードスケートチームである。在籍中、または過去に在籍していた選手は以下の通り。2010年にカーリング部。 チーム富士山を結成。2015年9月にチーム富士急に改名。2018年の日本選手権で優勝し、2018年世界女子カーリング選手権大会に出場する。富士急行と連携企画を行った会社。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。